私はラクロス部の2年生なんですけど、今日を最後に3年生が引退していきました。これからは私たちが1年生と一緒に新しいラクロス部を作っていかなきゃいけないんです。新部長に選ばれた楓ちゃんはかっこいい子なんです。みんなに頼りにされる。でも楓ちゃんは悩んでいます。強い部活を目指すのか、それとも仲良しサークルの方がいいのか。それというのも、うちの日野坂高校ラクロス部の宿敵鶴岡女子には、子供の頃から楓ちゃんがライバル視しているゆうちゃんがいるからなんです。楓ちゃんはゆうちゃんに絶対負けたくないと。だから強い部活にしたいんだけど、みんながそれを望んでいるのか。昔は仲良かったのにな。呼んだ。皆さん、知っていますか？言葉には言霊が宿っているんです。本気の言葉は、本気の願いは、いつか現実になるんです。だから私はここで言います。楓ちゃんとゆうちゃんが仲良くなりますように。